マクドナルド・ジョージ・マクドナルドは、スコットランドの小説家、詩人、聖職者。日本では、リリスなどの幻想文学や、お姫様とゴブリンの物語などの児童向けファンタジーの作者として知られる。今日では、さほどの知名度はないが、彼の作品は、W.H. オーデン、J.R.R. トールキン、C.S. ルイス、マデレイン・レングルらといった作家たちに称賛されている。例えば、 C.S. ルイスはマクドナルドを自分の師匠と呼び、その作品を読んだ経験を次のように語っている。ある日、駅の売店でファンタステスを手に取り、読み始めた。23時間後、私は自分が大いなるフロンティアを横断し終わったことに気づいた。G.K. チェスタートンは、お姫様とゴブリンの物語を、私という存在を変えた本だと述べている。マーク・トウェインも、 当初こそマクドナルドを嫌っていたものの彼と遊戯を結んだ。1824年にスコットランド旧アワディーンシャヤのハントリーで生まれた。父は農家で1692年のグレンコーの虐殺から逃れたグレンコーのマクドナルド氏族の末裔であった。この地方に見られるドーリック方言は彼の非ファンタジー小説にも登場する。マクドナルドは 回収派教会とカルバン主義の影響下で育った。だが彼はカルバン派の競技には多少、愛入れないものを感じていた。伝えられるところによると、予定説に関する説明を初めて聞かされたとき、マクドナルドは突如として泣き崩れたという。後年の作品、ロバート・ファルコン、リーリスなどからは、神の救済が一部の人間にしか約束されていないという思想に対するケモが読み取れる。 ジョージ・マクドナルドは、アバディーン大学で学位を取得した後、ロンドンに上京して、ハイベリー大学で、改修派協会の聖職者となるための教育を受けた。1850年、ウェストサセックス州アランデルで牧師の口を得たが、彼の説教は不人気で、給料を半分に減額された。その後マンチェスターで職を得たが、健康上の理由で辞職。アルジェに短期間の登留をした後、 ロンドンに移住。マクドナルドは一時、雑誌グッドワーズ・フォー・ザ・ヤングの編集者としても、働いた。1872年から73年にかけては、アメリカで講師としても成功した。晩年の写真ファンタジーの、ファンタステス、お姫様とゴブリンの物語、北風の後ろの国、リリス、児童向けの、軽いお姫様、黄金の鍵、消えてしまった王女は、 マクドナルドの代表作である。私は子供のためではなく、子供の心を持った人、5歳だろうと、15歳だろうと、75歳だろうと、人年齢は関係ないのために書くのだとマクドナルドは記している。彼はルイス・キャロルの助言者でもあった。不思議の国のアリスの交換をキャロルに勧めたのは、マクドナルドである。ジョン・ラスキンの友人でもあり、ラスキンとローズ・ラトゥーシュの付き合いにおいては、 ナコード役を務めた。マクドナルドは、当時の文学界の大物たちと手広く交際していた。テニスン、ディケンズ、ウィルキー・コリンズ、アントニー・トロロープ、ラスキン、ジョージ・ヘンリー・ルイス、サッカレーとの集合写真が現存している。アメリカのロングフェロー、ホイットマンとも友人であった。1877年、王室費から年金を授与される。1905年に、 サリー州アシテットで死亡。火葬の後、北イタリアのボルディゲーラに埋葬された。彼は人間というものを探求するための文学的手法としてファンタジーを利用した。この手法は上でも触れた C.S. ルイスや J.R.R. トールキン、マデレイン・レングルらに大きな影響を与えた。アレック・ホーブスなど、 マクドナルドのファンタジーではない小説も、スコットランドを写実的に描いた小説の草分けとして、重要である。彼は、スコットランド文学において、再演派の創始者とされている。息子の一人、グレビル・マクドナルドは医者になったが、父と同様に多くの児童文学を執筆し、また父の著書の審判発行に力を尽くした。別の息子、ロナルド・マクドナルドも小説家となった。 その息子、フィリップ・マクドナルドはハリウッドで脚本家となった。ありがとうございます。